いや、縦手裏剣、横手裏剣で行こうもん。ああ。そう。こっちの縦手裏剣はね、なんか教えることそんななくて、うん。基本的にコンボ決めるとき、全部横手裏剣なの。コンボ？あはい。その、風切りした後とか、うん、全部右クリックなの。横手裏剣なの。うん。だから、左クリックは、縦手裏剣は、これは予想打ちだね。ああ敵がこっち来るから先読みで打っとく、うん、まあここを打ってれば当たるだろうみたいな感覚でいい。だからそんな気にしなくていい。こっちはまあ当てれることに越したことはないけど、うん、こっちは教えるってよりかはもう慣れてほしいね。ああこれはもうやってから。そうそう、まあこれで決勝できたらあ結構削れたと思ったら風切りしてすぐ帰ってくるみたいな、うん、立ち割りでもいい。まあ俺が教えたいのは右クリック。右クリックはまあぶっちゃけ正面にいるとき、適当にこう打ってるだけで当たるんだよね、うん、でもこれ現実使ってれば分かると思うけど、こうやって正面でピョンピョンして打ってれば1個ぐらい当たるんだよね。ああ絶対当たるのか。絶対、まあ絶対ではないけど大体当たる。命中精度が違うってこと。そうそうそう、まあ、なんだっけ、左クリックでもいいんだけど、この距離だったら。うん、まあ、自信ない人はもう右クリックで、横手裏剣でこういう風に火力出して、これが正面の時の横手裏剣ね。で、俺が教えたいのは、その風切りした後、風切りした後に、当たらない人が多いみたいで、うんうん。今から悪い例の方見せるよ、うん、風切りした後にすぐ振り向いて打ってんのこういう風に、うんうん、これは悪いわけじゃないんだけど相当慣れてないと当たらなくて、うん、初心者とか中級者は今から俺がいつも使っている手裏剣の当て方を教える。その風切りした後に振り向いて微調整するの、うん、うんうん、今から見せてみて。振り向いて微調整打つ。これ やるだけでもう結構違う。うん、もう当たりやす、めっちゃ当たりやすくなって、もうキルも埋まりやすくなるし。火力も出せるようになるからこれはもうみんなやってほしい。振り向いて微調整、一回止まる感じ。そうそうそう、一回 M を止めるので、これをだんだん速くしたらいい。こういう感じで、うん、多分敵から見たら、まあ、そのまま振り向いて打ったようにしか見えないけど、うん、自分の中でちゃんと一回振り向いて微調整横手裏剣、うんうん、今振り向きすぎたけどこれをやるだけでキルがもう全然違う。めっちゃキルしやすくなる。焦んないことは大事だね。そうそうそう、焦んないこと。その焦って右クリック当たんなかったら敵倒せないし、風切りも復活しないからそのまま倒されちゃう現実が多いけど、うん、そうだ。だから慣れないうちは振り向いた後に一回微調整。上手い人でもやってんだよね。あ、そうなんだ。そうそう、プロ級に上手い現実でもこの技は使ってるから、その上手くなったからって使わなくなるわけじゃない。まあでもこういうチャンスってもう身についてるからね。そうそう、身についてるけど、うん、やっぱりやらないけど、ね、うん、まあ現地によるけど、なんか上手い現地はもう一発でできるけど、うん、やっぱ確実に当てたい時はもう振り向いて微調整、これが大事、
で、なんで一発で振り向いて撃っちゃいけないかというと、手裏剣がどっか行っちゃうからなんだよね。ああ、そうだね。まあ、エイム合ってないとね。そう、今合っちゃったけど、そう。どうしても慣れてない人は、振り向いたときに、その振り向きながら撃っちゃうの。わかる？うん、わかるよ。そうそう。その振り向きながら撃つと絶対行かないの、まっすぐ、手裏剣。うん。だから振り向いた後は、一回ピタッと止まって撃つ。これだと当たるようになる。まあ焦んないことだよね、これは。どうしても。そうだね。敵に急接近するけど、焦っちゃダメ。急接近する分焦ると思う、確かに。まあそうそう、だから最初は慣れないと思うけど、そこはクイックとかやりまくって、慣れてほしいんだよね。なるほどね。そう。で、まあそれをひたすら練習したら本当に上手くなると思う。あと振り向きの簡単な練習方法は、ここにいるとレーサーを使うこと。うん。縦手裏剣を打って、縦切りして戻る縦切りで。焦りそうだね、多分。それ死んだらだってできないと思う。まあまあ死ぬけど、まあここじゃなくてもいいけど、まあここがちょうどいいなと思って。ああ。振り向き、縦切りして縦切りで戻る。これを、ここで振り向きの練習をしてほしい。なるほどね。でもウルトあるっしょ。じゃあ心配しなくていいや。次ウィード見るか。めっちゃろめっちゃろ。よし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 、崩した崩した崩した。やれるっしょこれ。いや俺大丈夫、ガゼル？え、でも、あ、ないっすよ。え、俺見た方がいい、それ。いた、あ、ごめん。これはもう、マイバット。あ、いけ、いけ、3人、3人、3人、あー。いやー、ごめん、これで取られたら俺のせい。あー、いや、俺のせいです。いや、俺、隠れとけよかった。あ、ナイス。あ、じゃあもう決めるしかねえ。あ、進んだわ。あ、じゃあ、龍拳やんないとこ。見ろ、嫌い、マジで。もっと柔らかくしろ、こいつだけは。もうちょっと、影響のね、それな。目に悪い。こんにちは。どこに隠れても無駄よ。怖いなぁ、ロビード。
ドストライク当たってみる。俺も行こうかな。ゲンジ、うわー、いや当たんなかった。どこ行く。え、当たってないの。おお、待って待って待って、死にとくない、死にたくない。ありがとう、めっちゃ見てくれてる。もうありがとうじゃなくてキルしてこいみたいな感じだよねこれ。オッケーオッケーオッケー。わあ、ナイス、バチになった。あ、待って、バレてた。あ、うわな、どうしてどうして、どこでどこでバレた。いや、おかた、あ、ナイス、バレてるよ、1。ワン、なかなかさ、前出にくいんだよ、ここ。なの、もうここまで来たらまずはもう全力で。どこへこれ。あ、止まってねえな。やってくれるのね。まあ、ナノ使ったと思えば。ナノ使ったから振り切っても使ってたよね、さっき。うわ、飛んだ。いいエイム、いいエイム。ナイス、強いね、今の良かった。ナイスナイス。うわー、見事に当たった。ナイス、バカめ、お前が俺を見てる間に。おお、ちょ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 、危ねえ。あー、ナイスー、ヨーヨー、ジジー、ナイスー、ジジー、フレッジジー。あ、俺か、あれか。あの、絶対ナノ来ないだろうなと思った。あー、違う、これはナノってやつや。ハンドミヤル、あー、ナイスー。